今日も来てくれたのね。ちょっと待っててくれる？すぐ終わらせるから。ええ、最初は理事長室でやってたんだけど、気分転換も兼ねて部室に移動したの。まあさすがに詳細は話せないけど、引き継ぎ資料をね作ってるのよ。卒業したら理事長も引退するから。電話もメッセもあるし、会いたいと思えばいつだって会えるわよ。しわしわのおばあちゃんになったって、仲良くおしゃべりしてお出かけしましょう。それでもまだ寂しいなら一緒に暮らすなんてのはどう？どこに行っても最終的にお互いのところに帰ってくるのよ。素敵じゃない？いつかあなたにも将来のことで選択しなければいけない時が来るわ。それが二次学を卒業する時なのか、その前か、もっと先かはわからない。でも、どんな選択をしても、あなたにはマリーがついてる。一人になんてしない。それを忘れないでね。遅くなっちゃったわね。あなたは今日は、あ、東京に帰るのよね。次に会える日が楽しみだわ。ねえ、ちょっとここで待っててくれる？いいから待っててね。ステイよ、ステイ。なんでって迎えに来たのよ。東京のお家まで送ってってあげる。これならもう少しあなたと一緒にいられるでしょ。今はまだ別々だけど、いつか同じ場所へ帰りましょうね。そしていつまでも一緒にいましょう。マリーが毎日お出迎えしてあげるわ。はしご投げるから登ってきて。さあ行くわよ。マリーのところまでいらっしゃい。